トマスターナーはアメリカ合衆国の政治家。ケンタッキー州リッチモンドに生まれ、同州マウントスターリングで没した。1877年から1881年までケンタッキー州から選出されてアメリカ合衆国会議員を務めた。トマスターナーはリッチモンドアカデミーに学んだ後、1840年にダンビルのセンターカレッジに進んだ。 その後、歴シントンのトランシルバニア法律学校で法学の学位を取得し、1842年に放送資格を得て、リッチモンドで弁護士として活動し始めた。1845年から1846年にかけては検察官として働いた。米国戦争には兵士として従軍した。1854年11月、ターナーはマウントスターリングに移り住み、 当地で弁護士を開業した。1863年から1863年にかけてケンタッキー州議会会議員となり民主党に所属した。1876年、ターナーは共和党の現職ジョンディ・ホワイトを破ってケンタッキー州第9選挙区からアメリカ合衆国会議員に選出された。1878年に再選された後、 1880年には前任者のホワイトに敗れた。会員を去ったターナーは政界から引退した。翌1881年からは弁護士活動を再開した。ターナーはマウントスターリングで没した。ありがとうございます。